特殊詐欺って毎日のようにニュースで取り上げられて後を絶たないというイメージがあるね。そうだよね。特殊詐欺とは対面することなく電話などで話を信用させ、指定した銀行口座への振り込みなどの方法でお金を騙し取る犯罪行為のことです。県内で過去10年間に発生した被害件数を見てみると、平成の終わりから令和にかけてはだんだん減っていたけど、令和5年は一気に48件にも増えているさ。被害総額も過去最高の2億円を超えました。2億円、それだけ詐欺の手口が悪質になっているのかね。そうかもしれないね。被害の内訳を見てみると、未払いの料金を支払えなどと架空の事実を口実にお金を騙し取る架空料金請求詐欺が最も多く、次にお金を返す税金還付に手続きが必要だと偽り ATM を操作させる還付金詐欺、そして親族や警察官などを装い身内が起こした事件事故の示談金を名目にお金を騙し取るオレオレ詐欺と続きます。その手口もますます巧妙になっているらしいね。パソコン画面に突然ウイルス感染と警告表示され、画面に書かれた電話番号にかけたところ、ウイルス除去のサポート料金を電子ギフトマネーで支払わせる手口。還付金詐欺では平日だけでなく土日祝祭日に国や県、市の職員を名乗る電話で、今日中に手続きしないと還付金を受け取れないとせかされ被害に遭うケースも。オレオレ詐欺では警察官を語り、あなたの銀行口座や携帯電話が犯罪に使われた、逮捕されないためにお金を振り込めなどと被害者自身の不安を煽り、お金を騙し取る手口が全国で増加しています。詐欺じゃびよい、あの手この手で騙そうとするなんてひどいさ。こうした特殊詐欺に共通することは一本の電話または一通のメールから始まるということ。それが取り返しのつかない大きな被害へと広がっていきます。そこで被害防止の第一歩、知らない番号の電話には出ない、知らない相手からのメールは無視しましょう。固定電話を利用しているご家庭では留守番電話設定やナンバーディスプレイ、ナンバーリクエストサービスを活用しましょう。70歳以上の方、または70歳以上の方と同居している契約者はこのサービスを無料で利用できるってよ。そして万が一不審な電話を取った場合は家族や友人、警察に相談してくださいね。沖縄県警察が運用するこちらの SNS では、特殊詐欺の情報やますます巧妙になる最新の手口も随時発信しています。皆さんも登録して安全安心な暮らしにお役立てください。電話やインターネットでのお金の請求はまず詐欺を疑うこと。一人で悩まずに家族や警察に相談してくださいね。続いて県からのお知らせです。県では県営施設の次期指定管理者を募集しています。施設ごとに募集期間が異なるため、詳しくは県ホームページの県営施設の指定管理者募集のページをご覧ください。10月から11月までの2ヶ月間令和6年度全国家計構造調査を実施します。詳しくは総務省統計局令和6年度全国家計構造調査キャンペーンサイトをご覧ください。県ではエアコンや冷蔵庫をより省エネ性能の高いものへ買い替えた県民に対し、キャッシュレスポイントや商品券の還元による購入支援を行います。詳しくは沖縄省エネ家電買い替え応援キャンペーン事務局までお問い合わせください。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントしますよ。ふるってご応募くださいね。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けするよ。お見逃しなく。